安倍総理大臣も G7 でプーチン大統領との対話姿勢を鮮明にしました。ウクライナ情勢をめぐってはロシアとの関係を壊したくない安倍総理らと追加制裁を強く求めるアメリカのオバマ大統領らとの間で協調発信のやり取りもありました。共同声明では情勢が必要とすれば制裁を強化する用意があると折衷案で落ち着きました。ロシアには責任ある国家として国際社会のさまざまな問題に建設的に関与していただきたい。そのためにも私はプーチン大統領との対話を続けていきたいと考えています。2日目の朝には安倍総理とオバマ大統領が5分ほど立ち話をする場面もありましたが、 TPP や北朝鮮の話題だったということです。アメリカとロシアの対立の狭間でしこりを残した形です。ヨーロッパの関心はオバマ大統領とプーチン大統領が顔を揃えるフランスのノルマンディ上陸作戦70周年のイベントの方に移っています。